ました。昨日に続いて、本当に多くの方が来てくださって、今日だと、300人の方と怒りの声を上げました。お疲れ様です。ありがとうございます。明日、強行採決が行われるかもしれませんが、私たちは、今日と同じように怒ります。叩きつけていきます。強行採決が、衆院の方で行われてしまったとしても、エキタスは何らかの機会を捕まえて必ず抗議行動を起こします。法案が衆院を通っても、法案がもし成立しても、俺たちはこの法案に反対していきます。どうか皆さんご参集ください。よろしくお願いします。そして今日、スピーチをいただいた、全ての方にすみません、拍手をお願いします。そして今日も、ドラム隊の方々が、いらっしゃったおかげで、ゴールができています。どうか拍手をお願いします。そしてプラカードを持っていただいている方々、横断幕を持っていただいている方々、そして設営をしていただいている方々に、どうか拍手をよろしくお願いします。明日もやります。ガンガン怒りたたつケーキつけていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。エキタス、カンパでやってる団体でございまして、ご無理のない範囲で小さなお金で、結構ですので、すいません前の方で、はい、すいません